どうも、エルマです。本日の動画はですね、こちら、はい、こちら ZOZO タウンの方でですね、アイテムを購入いたしまして、この企画はですね、自分のチャンネルのホールは恒例企画になっているんですけれども、人気通販サイトの ZOZO タウンでですね、アイテムランキングっていう売り上げランキングがあるんですけれども、その中で常にね、上位に入ってるアイテムをですね、実物を自腹で購入して、現役のプロバイヤーの目線でですね、実物を見ながらガチレビューしていくというコーナーになっております。今回もね、人気ランキングが入ってるアイテムばかり購入してきたんですけども、やっぱランキング入ってるだけあって、普段ね、ZOZO タウン見てる人だったら気になるアイテムとかね、この画像だけ見たことあるってものも多いと思いますし、あとですね、ZOZO タウンで売れてるアイテムってやっぱトレンドがね、反映されてるものが多いので、今のね、トレンドを知る上でもなんかね、情報がお伝えできればなと思うので、本日もですね、バシバシレビューしていこうと思います。それこそね、今動画を撮ってるのは6月の上旬なんですけれども、もう気候もね、本格的に夏に入ってきたので、もう夏物を探してる人も本当多いと思うんですよ。ZOZO タウンのアイテムランキングに関してもほとんどが夏物に切り替わってる状況なので、少しでもね、この動画が参考になればなと思っております。はい、というわけでですね、早速こちらの箱ですね、開けていこうと思うんですけれども、今回は箱が2つに分かれてないねだから最近のね、数回の動画の中ではなんかね、荷物がね、発送先が2つに分かれてて、なんかね、細かく荷物が分かれて受け取り大変だなと思ったんですけど、今回は無事に1つにまとまってきましたね。はい、それでは早速前置きもこれぐらいにして開けていこうと思います。それでは開封。いやー、今回もですね、話題のアイテムを買いましたよ。じゃんっていう感じですね。ちょっと上からもう開けていこうかな。はい、それでまず一つ目のアイテムがこちら、ドン。はい、これ買いましたよ。はい、こちらなんですけれども、こちら開封していきますね。アイテムがこちらになります。はい、こちら店舗がですね、モノマートさんで購入した US ポロアッセに別注をかけたストライプシャツになります。正式なアイテム名がですね、別注ワンポイント刺繍ロゴオーバーサイズレギュラーカラーシャツとなっておりまして、お値段がですね、税込みで5494円となっております。いや、このアイテムね、結構ランキングでも常にベスト20とかベスト10とか入ってことが多かったので、見る機会もね、多かったんですよね。ではですね、早速ちょっと実物の方をチェックさせていただいて、詳細の方を話していこうと思うので、少々お待ちください。はい、ではですね、アイテムの方を詳細見ていったので、早速レビューの方をしていこうと思うんですけれども、今回自分が買ったカラーがですね、タグにはマルチグレーストライプクレリックと書いておりまして、こちらですね、ZOZO タウンのホームページ上だとグレー系その他3っていうカラーになっておりまして、ZOZO タウンのさ、グレー系その他1、2とか、なんかブラック系その他1、2とか、なんかいろんなカラー展開があるアイテムページとかだとさ、ちょっと一瞬分かりづらくなるよね。でですね、こちらのアイテムなんだけど、今回自分が買ったのはグレー系のストライプになるんですけれども、結構ね、ムチとか柄とかいろんなものがありましたね。カラー展開でいうとこんな感じになります。はい、結構多い色展開ですよね。でですね、ランキングにはこのグレー系ソンタ3が使われているので、このね、アイドルの中でも比較的人気のカラーになると思うんですけども、あのね、商品ページだと分かりづらかったんですけど、こちら、はい、クレリック仕様になってるんですよね。で、クレリック仕様っていうのが、この襟の部分とボディの部分が配色が異なるところになってるんですよね。で、これがボディがストライプで、襟の部分がホワイトのカラーリングになっております。でですね、デザイン的な最大の特徴で言いますと、こちら胸のポイントですね。こちら、US ポロアッセンの、刺繍ロゴが入っております。でね、この刺繍なんだけど、近くで見るとわかるかな？あのね、結構モリモリの刺繍になってるんだけど、なんかね、柄が、なんか良くも悪くもなんかね、潰れちゃってるね。うん。なんでこれね、よく見るとお馬さんに乗ってるような刺繍になるんですけど、パッと見なんか分かりづらいなっていうのが率直な感想ですね。でですね、胸ポケットとかはなくシンプルなデザインになってて、背面とかもこんな感じで特に変わったデザインはないアイテムになってますね。で、アイテム名にもあるようにオーバーサイズって書いてあるんだけど、確かに大きいね。で、イメージとするならば、まさにね、今自分も着てるのも、これはなんかラルフローレンの古着で買ったシャツなんだけど、あのね、サイズ感的には古着で買うなんかポロラルフローレンのなんか半袖シャツみたいな、そこをなんかイメージして作られてるんじゃないかなって思いますね。なので年々ね、ラルフローレンの古着シャツってね、なんか高騰してるんですよ。なんかね、定番アイテムでなんか古着屋さんに常にあるイメージがあるんだけど、やっぱいい柄だったりとかいいサイズ感のものは少しずつね、やっぱ玉数が少なってきてるので、こういったね、新品で買いたいという人も多いんじゃないですかね。でですね、こちらのアイテムなんですけども、素材がコットン 100% 素材が使われておりまして、でね、生地感的には思った以上にやや薄手になってますね。まあ、薄いってことはないんですけど、割と華奢な素材感となって思うのは、これ意外でしたね。で、こちらのアイテムですね、実際着てみるとこんな感じになります。
はい、今回自分はですね、サイズ L サイズを購入してるんですけれども、178cm72kg の自分が着てもゆったりしたサイズ感で着ることができるアイテムになってますね。で、デザイン的なところと、あと素材とかそういったところは以上となりまして、このアイテムの率直な感想なんだけど、値段が5500円になってるんだけどさ、まあ、5500円にしてはちょっと割高に感じるアイテムというか、なんでね、この US フォロワー数のロゴにどんだけの価値を感じられるかっていうところに、このアイテムの評価が変わってくると思ってて、ブランドロゴのアイテムって値段でね、このロゴに満足していれば正直上限でいくらでも変わるというか、それこそね、シュプリームのアイテムとかも、まあ、ロゴ T ではあるけど、あれ原価で言うとさ、そんな高くないものではあるけど、あのロゴになんか価値観を持って買う人もいるじゃないですか。で、この US フォロワー数に関しても5500円でこのクオリティ以上のシャツは正直5万とあるんだけど、このロゴが入ったシャツに関しては、まあ、ここでしかないっていうところがあるので、やっぱね、パッと見なんか古着のラルフっぽいシャツというか、そういったところのイメージもかなり強く感じられるアイテムなので、市場的にもね、求められるアイテムだと思うので、まあ売れる理由もすごくわかるなと思うアイテムでございます。はい、それでは2点目のアイテムになります。2点目のアイテムがこちらです。じゃん。おー、なんか持った感じ思った以上にボリューム感あるな。開けていきますね。はい、次のアイテムがこちらになります。じゃん。はい、こちらブランドがペルーシュのアイテムになるんですけれども、アイテム名がですね、ヴィンテージライフフォト T シャツとなっております。お値段が5995円となっておりまして、今回自分がカラーホワイトを購入しております。でですね、こちら他の色展開に関してはこんなカラーで展開しております。はい、でね、こちらのアイテムなんですけれども、ペルーシュってね、結構夏になるグラフィック T シャツとか結構積極的に販売されてる店舗で、それこそペルーシュっていうロゴ入りのアイテムだったりとか、ワンポイントのアイテムとか、そういったものあるんだけど、結構ね、他にも代表的なアイテムで言うと、ヴィンテージライフというか、古着から着想を得たようなデザインの T シャツっていうのを多く出してて、例えばね、今回購入したこのヴィンテージフォトライフ T シャツ以外にも、例えばこんな感じですね。はい。このロックテイストな、なんかバンティみたいなね、デザインの T シャツも出したりもしてて、やっぱね、ディレクターの方が古着にね、造形になって、普段から古着をね、好きで着用してる方なので、そっからのね、イメージソースっていうのが多いじゃないですかね。ではですね、こちらのアイテム詳細の方を見ていこうと思うので、少々お待ちください。はい、こちらのアイテムですね、詳細の方をチェックしたので、早速レビューの方をしていこうと思うんですけども、まずですね、こちら持った瞬間にわかるんだけど、相当肉厚なボディ使ってますね。素材はね、コットン 100% を使ってるってことなんだけど、これ何オンスあるんだろう。もう8オンスとかそんぐらい余裕であるんじゃないかなっていうぐらい厚いですね。自分がね、なんか普段使う中でプロクラブとかロサンゼルスアパレルって 6.5 オンスあるんだけど、それよりも全然厚いし、キャンバーとかそこに近いぐらいの生地感ありますね。なのでイメージ的には T シャツではあるんですけど、半袖スウェットぐらいのボリューム感のあるアイテムなので、暑がりの方とかはね、結構注意が必要かもしれないですね。ただ夏ってもう当たり前なんだけど、もう何着てても暑いのよ。何着てても暑いから、なんか厚手の生地着るとなんか暑くなりませんかってね、自分だけ質問もらうこともあるんですけど、逆に汗を吸ってシミとかがね、出づらいから、そういう利点もあるからね、汗っかきの人は意外と厚手の T シャツ着るのも自分的にはおすすめだと思うんですけどね。でですね、ボディに関しては本当厚さがかなり特徴的なアイテムだと思いますし、まあ、なんといってもですね、こちらに関してはグラフィックが相当生きたアイテムになってまして、こんな感じのなんかね、仲良し4人組の方々がプリントされてる T シャツになりますね。この下にペルーシュってロゴが入ったデザインとなっております。で、背面は特にデザインはないね。はい、なんでこのフロント一本勝負みたいなアイテムなんですけど、これ面白いのが、これよく見るとわかるかな、目にね、モザイクが入ってるんですよ。で、これなんでモザイク目が入ってるかっていうと、これはね、こうデザイン的なものなのか、こういったところはちょっと難しいんですけど、これね、洋服を作るあるあるなんだけど、こういった方々いるじゃないですか。ここにね、映ってる方々多分現存する人だと思うんですけど、これって目にモザイクを入れると、個人の特定ができないので、権利的に、ね、使用できるっていうところが結構ファッションあるあるというか、例えば T シャツのデザインとかで、海外の人みたいなフォトプリントでなんかサングラスをつけてるデザインってよくあるじゃないですか。あれって目線が見えないから、個人が特定できないところで、で、グラフィックとして使われてるっていう意味合いがあって、これね、作ってる側だからこその意見なんですけど、このね、目にモザイク入ってるのも、まあ、デザイン的なのか、もしかしたらそういったところも関係するデザインかもしれないですね。ただね、この目にモザイク入ったデザインってなんかブラックユーモア的というか、なんかストリートライク なアプローチも感じるので、自分的にはすごく可愛いなと思ってますね。これ元の写真はどんな4人なんだろうね、これ。仲は良さそうですけどね。はい、で、こちらのアイテムなんですけど、実際着てみるとこんな感じになります。
はい。いや、ペルーシュのアイテムって、何回かね、このコーナーでも紹介したことあるんですけど、マジでサイズ感大きいよね。ほんと、アイテムによっては大きすぎるぐらい感じるアイテムもあるんだけど、もう今回の T シャツもね、しっかり、もうビッグシェイトを感じられるアイテムになってますね。でですね、こちらのアイテム、お値段が約6000円ぐらいとなっておりまして、6000円ぐらいの T シャツになると結構高いよね。最初このアイテムね、人気ランキングも入ってたんだけど、正直値段高いなって思ったんですよ。ただ、届いて、そこに関してはちょっと納得感あるなと思って、この、なんと言ってもさっき言ったように、厚手の生地感だよね。今、コットン 100% で、ここまで厚手の生地を使うと、かなりね、製造コストが上がってくるんですよ。そこにね、グラフィックとかを載せてってあると、T シャツとはいえど、どんどん高くなっていくので、逆にこれは、なんか通販あるあるとかだと、なんか安いなって思って届いてみたらやっぱチープだったってのもあるけど、これ逆に高いなって思ったんだけど、届いてみるとまあ納得感があるってところで、このグラフィックがね、好き嫌いは分かれると思うんですけれども、生地感とかそういったところに関しては、大概の人がね、納得していただけるようなアイテムなんじゃないかなと思います。自分的にはね、ヘビーオンスの T シャツとか好きなので、これグラフィックが入ってるんだけど、これ無地 T だとしても全然自分は着たくなるようなアイテムでしたね。でですね、こちらのアイテムに関しては結構人気アイテムで、結構完売が間近のアイテムなんですけれども、あえて紹介させてもらったのは、ペルーシュってね、夏の間にいろんなグラフィック T シャツとか、いろんなアプローチの T シャツですね、デザイン系のものがたくさん出るので、こういったノリが好きな方は常にね、ペルーシュさんの夏のアイテムチェックすれば、好きなノリのアイテムね、一つは出会えると思うので、ぜひチェックしてもらえたらと思います。はい、それではラスト3点目のアイテムですね。こちら、じゃん！はい。先に出したのがトップスだったんですけれども、最後はボトムアイテムになります。これはね、結構最近話題のブランドというか、気になってる方も多いと思うんですよね。実際ね、実物見てみたいって方も多かったので、今回買ってみたんですけど、ほー！ほー！なるほど！で、今回購入したアイテムがこちらです！じゃん！はい。こちらね、ボトムになるんですけれども、ブランドはですね、トエルテというブランドになりまして、アイテム名がですね、ワイドストレートミリタリーパンツとなっておりまして、お値段が11,880円となってて、カラーがですね、カーキ一色展開となっております。男気一色展開ですね。このね、トエルテとブランドに関しては、最近ね、ゾータンの中でも人気というか、比較的ね、ゾータンの中でも高単価な部類に入るアイテムだと思うんですけれども、ランキングに入るところもね、ただね、見ますし、特にね、この半夏に関してはこのカーゴパンツすごく売れてるみたいで、常に人気ランキングの上位に入ってますよね。でこの1万円オーバーでランキングにね常に入れ続けるってゾータルの中でも結構異質というか、正直すごいなって思ってましたね。でですね、こちらのソエルテってブランドに関しては、普通のね、ドメスティックブランドとかそういったものに見えがちなんですけれども、これインフルエンサーさんがやってるブランドでして、こちらの方がやってるブランドなんですよね。自分的にはいろんなアイテムをね、常にリリースしてるブランドではあるんですけれども、結構現状ボトムに強いブランドさんだなって思ってますね。で、プラスインフルエンサーさんブランドの中でも結構世界観の作り込みとかそういったものはすごい丁寧にされてって、パッと見ね、ほんとブランドのルックなんじゃないかっていうぐらい写真が綺麗なブランドさんだなっていうのは、客観的に思ってましたね。ではですね、こちらのアイテムの詳細の方を見ていこうと思うので、少々お待ちください。はい、こちらのアイテムですね、詳細見ていったので早速話していこうと思うんですけど、まず素材の部分ですね。素材に関してが綿 98% とポリウレタン 2% 入ってるので、これ実はストレッチ素材なんですよ。なので相当張り感のある結構厚手な生地もあるんですけれども、履いてみると意外とストレッチが効いてて、履きやすさっていうのもしっかり担保してくれてるアイテムだなと思いましたね。で、生地感的にはヘビーツイルかな、かなり厚手なツイル素材を使っているので、なんならそこら辺の古着のカーゴパンツよりも結構肉厚な印象を受けるアイテムですね。でですね、パッと見ても分かる通り、もちろんね、商品名にも入ってるんだけど、ミリタリーパンツになってて、こちらサイドポケットがですね、こんな感じでついてるんだよね。でですね、こちら立体ポケット仕様になってるのも嬉しいポイントですね。で、これね、なんかめくってみると裏地の部分が白の配色になってて、ね、こうやって普段ボタンがついてるとなかなか分かりづらいんですけど、こういう細かいディティール自分的には嬉しいなと思いましたね。で、このね、サイドポケットに関しても立体ポケットになってて、これがね、なんか平面なポケットとか貼り付けポケットとかだとすごい休みえしちゃうんだけど、やっぱり1万円超えるパンツなので、こういった細かいところも意識して作ってくれてるのは自分的にはすごい好印象のアイテムですね。でですね、ヒップの部分に関してもこちらフラップポケットになっておりまして、こちらもですねめくってみると白の配色になっております。なのでね、統一感のあるデザインで可愛いですよね。で、これすごい面白いのがカーゴパンツではあるんですけども、これ近くで見るとわかるかな、こんな感じで、ここがですね、生地が1枚貼り合わせになってて、分かりやすい表記で言うとダブルニー素材というか、そういったものになってるんですよね。なのでこちらのアイテムに関してはミリタリーアイテムではあるんですけども、程よくなんかワーク感というか、そういったものも感じられる、なんかいろんな要素がミックスされてるアイテム
目でしたね。なので写真で見るよりもなんかより歌い文句のあるアイテムだなって思ったね。であとですね、こちらのアイテム特徴的なのがダメージ加工というか切りっぱなし加工が施されておりまして、まずですね、わかりやすいのがこちら裾の部分ですね。こんな感じに切りっぱデザイン風になってて、近くで見るとね、この糸のほつれ見えるかな、こんな感じになってるんだよね。はい、こんな感じでですね、このポケットのフラップの縁の部分もこんな感じで切りっぱなし加工というか、これほつけてるようなデザインになっております。ただこれはね、狙ったものになってて、例えばこの裾に関してもただただ切りっぱなしになってるわけじゃなくて、ただ切っただけだとここがほつれてきちゃうんだけど、これね、よーく見るとカットした後にこの糸の縫製がされてるから、これ以上ほつけてこないよってところが細かい傷がいまでされてるので、これさすがですね。これ結構ね、安売りしてる通販サイトとかだと結構本当に切りっぱなし加工をして、まあ、着ていくうちにすごいほつけてきたりとか、なんか洗ったらここがクルって回っちゃったりとか、そういったところあるんだけど、そういったところを防止してくれる理由もありますね。でですね、こちら裾の部分にここにボタンがもう一個ついてるんだけど、ここを絞ることでシルエットを変えることができるんだよね。なのでここのボタンをキュッと締めるところが丸みのあるシルエットで切れるってところも特徴的な要素ですね。でこのアイテムね、実際届いた時に思ったのが、なんか商品ページで使われてる写真よりもちょっと緑っ気が強いかな、ちょっとグリーン味が強いかなって思ったんだよね。もちろんでしょ、商品ページの写真って見るね、携帯の画面だったりとか、まあ、どんなもので見るかによって多少色味が変わってくるので感じが多少それぞれなんですけれども、イメージよりかはちょっと緑かなって思ったね。特にね、こういうカーキカラーとかオリーブカラーに関しては通販で買って実物を出た時に結構ね、ギャップがあるカラーの代表格というか、イメージがしづらいところもあるので、これ致し方ないかなと思うんですけどね。でですね、こちら面白いんですけども、ベルトループも結構変わってて、後ろの部分とかこんな感じでね、ちょっと変わったようなデザインになってるので、ほんと細かいところまで色々気が使われながら作られてるアイテムだなと思いましたね。でですね、こちらのパンツなんですけども、実際着てみるとこんな感じになります。はい、まだ、ね、商品名でもワイドって書いてあったんだけど、これサイズ L を購入してるんですけど、まあ、程よく太いというか、細すぎず太すぎずぐらいの印象で、もちろんね、カーゴパンツなのでカジュアルなアイテムではあるんですけども、合わせ方次第で上品というか、割と使い勝手のいいアイテムだなと思ったので、売れてる理由がなんかそこにあるなと思ってて、カジュアルでも綺麗めでも、本当スニーカーでもレザーシューズでも、それこそサンダルでもね、シーズンレスで着ることもできますし、まあ、幅広い方にね、おしゃれに履いていただけるアイテムだと思うので、かつね、お値段が1万円以上ではあるんですけども、細かいデザインだったりとか、この切りっぱなしのようなデザインとか、この膝の部分がダブルになってるとか、そういったね、細かい要素を積み上げて積み上げて、なんか独自の世界観のあるアイテムに仕上がってるなと思ったので、すごくね、個人的には一番オーバーのね、ゾータルの中では高単価なアイテムなんですけれども、いいアイテムだなと思いましたね。で本当にソヨルテさんに関しては、最近出たインフルエンサーさんブランドの中では本当に、ね、トップクラスの人気を誇るブランドさんなので、今後もね、この企画の方で気になるアイテムがあれば積極的にね、取り上げていこうと思っているブランドでございます。はい、というわけですね、恒例企画となってるゾータンのですね、人気アイテムランキングを自腹で購入してみてガチレビューするというコーナーでございました。自分自身もね、普段からゾータンの方をめちゃめちゃチェックしてるんですけれども、こういったね、普段からなんか画像で見るアイテムを実物を見るとね、なんかイメージが変わるというか、あとはね、人気アイテムだからこそなんかね、実物を見てもなんか売れる理由がわかるとか、やっぱ細かいところが気が利いてるなとか、まあ、市場で求めてるものを作ってるなとか、やっぱいろんなものがあるんでね、これからもね、この動画なんか皆さんと一緒に見ていきながら、自分もね、人気アイテムに触れていこうと思っております。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画はですね、少しも参考になったとか、面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムと TikTok のアカウントも貼っておりまして、日々ハッシュのニュースだったりとか、日々の企画とか、そちらも載せているので、チェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。